Hey guys, let's check out the funniest moments in Naruto anime with me. Hope you like it. 自分を信じるんだってばよ。ナルト。そんな、なんてこった。お前。なんでね。スイッチがあるだけでした。ここは神聖な場所じゃなかったんですか？バカ野郎、この野郎。やめてくれってばよ、その顔。やめて、やめて。酔ってない、酔ってないから。マジ？じゃあさ、ごちそう作れるか？うん。おお、イカ焼き。ラーメン。すげえ、お前すげえぞ。じゃあでっかいうんち作れるか？相当な腕を持つ現実使いの仕業だろう。優れた動術を持つ者が対応すべきだね。ご明察。私まだ何も言ってません。え、何を言ってないんだってばよ。ナルトか。ナルト。なっ、ヤマト隊長。君ってやつはまた勝手なことして。影分身で僕を騙すの2回目だよ。どうなるか覚悟はできてるんだろうね。くる。こいつ止めるのか。マジかよ、めんどくせえ。やだやだ、女やだ。あ、それでも練習は続けておくことだ。はい。他に綱手様の伝説はありますか？あとは伝説になるほど酒と博打が趣味とか。だがそれを真似てみてもな。お前女の子なの？無理だ無理だ。ナルトが来る。体の中の炎、やばいってばよ。ガイ先生、デンテン。リオ、復活したな。復活したんだな、リオ。はい、ガイ先生、ありがとうございます。ありがとうございます。対戦が始まろうってのに親子喧嘩してる場合かよ。だってナルト。確かにナルト君に似てます。メカのナルト君です。敵にくんづけしない。ごめんよ。玉？玉ってなんだこれ。バカ。取材するんじゃない。戦争に参加できるように直談判だ。これ忍法影首縛りの術。え、私は伝説のくのいち綱手様みたいになるんだから。綱手様だと？だったらもっと大きくなってから来るんだな。綱手様はな、伝説の巨乳の持ち主なんだぞ。伝説の巨乳。長いもんにやられる俺じゃねえんだ。ちょっと待ち、俺キュービチャクラ使ってんねえぞ。て、影分身の術。ちっちぇ、くそ、ちび玉の洗顔が。くー、力ってねえ。なんとかごまかせた。待てー。うわ、捕まえた。そのまま、そのまま。
動くなよ。あ、お消すよ。また俺を置いてきぼりにすることは分かっていた。なぜなら虫の知らせがあったからだ。23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、重いです。ちょっと、その言い方だと私が重たいみたいじゃない。なんでこんな狭いところにヤマト隊長と。それはお互い様だよ。カゴかきかよ。お前の出番はない。俺だってゲイの一人を倒したんだ。進むの邪魔だ。出て行け。佐藤出ろ、ナルト。厄介払いかよ。黙れ。最後まで話を聞け。で、何の用よ。いや、その、ここんとこ塞いでいただろ。だから、父さんでよければ相談に乗るぞ。別に何でもないわよ。お前の悩み、わからんでもない。ちょ、先生。ルールだからな。もし俺が負けたら、テンテンを乗せて逆立ちして里を500周するって決めていたんだ。もう、勝手に変なルール作って人を巻き込まないでよ。いや、さくらちゃん、もう食べれねってばよ。あ、でも、そんなにさくらちゃんが食べてほしいって、しょうがない。死ぬほど食ったら。どっちに決めたんだ。は？いや、鹿丸と長次、どっちと付き合うつもりだ。なんで私があんたたちと付き合わなきゃならないわけ。そもそもレディの部屋をノックもなしに入ってくるなんてどういう神経してるわけ。おい、イノ、なんで俺たちが文句言われなきゃなんねえんだ。誰だってばよ。なに、ただの通りすがりのじいさんじゃよ。こんなところまで追いかけてくるとはの。昨夜のあなた様の手際お見事でした。まさかそんなことを言いに来たんじゃねえだろう。その腕を見込んでお願いがございます。お願い。木の葉常任ジライア殿、結婚をかけ私と勝負してください。ストップ。なんでそうなるんだ。いいよ。あ、さくらはナルトにはリンゴを食べさせた。ということは。ああ、もう！なんでうちの班にはろくな奴がいないのよ！え？え？どうしたの？ああ、まあ、イノイチさんもイノのことが心配なんだよ。しかしよ、サスケのことで泣きべそ書いていたのは本当だしな。当たらずも遠からずって感じじゃねえか。あれは急に言われたからよ。おう、ちなみにもしテンテンが勝てなかったら指導が至らなかった罰としてネジを乗せて800周するつもりだったんだから。でもすごいです。ハンデがあったとはいえ大先生を任すなんて。あ、私は私のできることをやっただけよ。テンテンはリングのスペシャリストだな。やっぱここか。カカシ、ちょっといいか。話があるんだ。ナルト、サイ、ほら、お見舞いだ。リンゴはもうゴリゴリだってばよ。ああ、そういや、今度こそお前に戒名をつけてやっからよ。え、てめえ、そりゃ死人につける名前だってさっき聞いたぞ。バカ、おせんだよ。じゃあな。くれちゃった。あんた、昨日も洋服破いて帰ったでしょ。うっせんだよ、ブス。あれがブスですって。なんだナルトか、こんな時間に出歩いて。子供は寝てる時間。お色気の術。